はい。それでは始めさせていただきます、えー。大学院生として、留学生として日本で生活している、えー、キム・ボム・ジュンと申します。よろしくお願いします。えっと、今回はですね、えー、大阪府立国際交流財団オフィクスからのお願いで、えー、国際理解教育事業サポーターの紹介映像を作らせていただきました。えー 私の日本での生活、そして私が今住んでいる井口島という地域なんですけど、まあ、この街のご紹介ができたらと思います。よろしくお願いします。はい、こちらの方が名前です。キム・ボムジュンと読みます。えっと、韓国もですね、日本と同じく漢字文化圏なので、人の名前によく漢字を使うんですけど、ただその読み方、発音というものは、まあ、日本語とは違って、まあ、キンハンシュンではなくて、キム・ボムジュン もうちょっとネイティブ僕言いますと、キンボンジュンと読みます、えっと。私は韓国のソウルという町の出身で、こちらは韓国の首都ですね。とても大きい都市なんですけど、えー、生まれ育ちずっとソウルなんですけど、まあ途中ちょっとニュージーランドとか他の国に住んだ経験もあります。で日本にはですね、えー、2010年来ました、えー。大阪大学の文学部の学部生として日本で生活を始めて、で現在は 大阪大学の文学研究科、こちらは大学院です。で、ここで、えー、音楽学っていう学問を博士後期課程で、えー、研究を続けています。で、今住んでる地域、町は、えー、大阪府の池田市の井口戸というところです。大学に近いところです。で、えーと、今の私の生活っていうものは主に3つのカテゴリーで分けることができますけど、えー、その中の1つが 研究活動です。まあ、大学院生なので、こちらの方がメインですね。えー、私は2021年、えー、音楽学の修士号を取りまして、えー、その修士論文のタイトルが、アメリカと日本の対象音楽における差別用語の使用です。で、もうちょっと詳しく説明しますと、えー、対象音楽、主にヒップホップとかラップっていうジャンルで、差別用語っていうものがどういうふうに使われているのか。 特に差別を実際受ける側、えー、それを経験する側が、えー、差別用語を自ら使うことで、その差別の概念というものとどういうふうに向き合って、どういうふうに戦っているのかについて研究をしています。で、博士論文は、まあ、この修士論文で書いた内容をもうちょっと深くして書いています。 で、研究活動以外にも音楽活動もやっていまして、まあ音楽が好きで音楽学に入って音楽を研究対象としていますけど、好きすぎて自分でも作ったりしています。で、こちらが2021年に出した私のアルバムのジャケットです。で、まあ自分でライブを企画して開いたり、まあどっかに呼ばれてライブをしたり、で、他企業とか、まあ、団体とか、 学校とかに呼ばれて、まあ、トークイベントのパネルとして出演するとか、講演会に、まあ、講師として出演するとか、まあ、そういったアーティストとしての活動、ミュージシャンとしての活動も続けています。でそれ以外にも、まあ、文章を書いたりするような、まあ、そういった執筆、まあ、文筆の活動もちょこっとやっていまして、でまあ、主に書評とかが多いですけど、えー、こちら、左に、えー 川出書房から出た文芸誌の文芸っていう、ここに2019年秋号にですね、えー、自分の徴兵の経験、韓国での徴兵の経験をもとに書いた、えー、三代っていう小説を掲載させていただきました。そして右の方に映ってるこれが、えー、岩波書店から出たエッセイ集なんですけど、日本移民日記っていう、こちらは単行本として出ています。まあ、こうやって、まあ、自分なりの日本語っていうのを使って、 まあ日本で経験したこと、感じたことを、まあ、文書の形でも、えー、表現したりしています。はい、次は、えー、私が住んでいる町、井口道の紹介ですけど、まあこちらが、えー、井口道の近くの阪急、えー、の石橋駅とその前の商店街の風景です。とですね、まあ駅自体はそこまで大きくはないんですけど、 やっぱり近くに大阪大学があるので、こう大学生たちのこういう、まあ、人のフローっていうものがもうコンスタントにありまして、で、いつもこう若くて、えー、人の出入りが多くて、えー、活気に満ちてるっていうんですか、本当、元気な、まあ、そういった商店街です。で、次は、えー、私がイグチドで一番好きな場所なんですけど、水月公園っていう公園です。えー こうやって、そうですね。大きい湖があって、噴水とかもすごい綺麗なんですけど、えー、池田市がですね、えー、中国のある都市と姉妹結縁を結んでいましてで、その姉妹都市からですね、えー、支援とか協力を受けて、で、公園の中に、まあ今ご覧の通り、中国式のこういう小さな、すごい綺麗な庭があります。で、こちらは、 本当、特に春とかすごい綺麗で、夜も綺麗ですね。えっ、ー、と、ライトアップをするので、でまあ、デートスポットとしてちょっと有名というか、はい。で、あと、ここ、梅とかもすごい綺麗ですよ。まあ、梅林ですよね。はい。なので、まあ、まあ、梅を取りに、まあ、梅酒を作るために、ね、実際に取りに人が来るとか、<laughs> まあ、そういったのも結構ありますね。で、あと、池田市はですね、ちょっと、こう、 えー、胸が苦しくなるようなそういった歴史がありまして、これから十何年前ぐらいにですね、えー、池田市のある小学校で、えー、子どもたちが犯罪に遭ったことがあって、その犯罪の犠牲者の子どもたちを弔うそういった、まあ、慰霊碑といますか、そういった秘籍とか彫刻とかもあります。で、まあ、この公園は、まあ、そういった池田市が持っているちょっと、まあ、傷とかもそうですし、 えー、池田氏が持っている海外とのそういうつながりとか、まあそういったものを常に考えながら、まあ綺麗な噴水もありますし、そうやって、えー、リラックスできるそういった素晴らしい場所です。で、次はですね、えー、こちらが私は井口島で一番好きなお寺なんですけど、名前がちょっと難しいです。えー、孫八薬人釈会院っていう、ちょっと長いですね、新言宗のお寺なんですけど、えー、 すごい綺麗ですよね。で、池があるんですけど、池がすごい綺麗なんですよ。鯉とか見えてますでしょうか。はい、こちら、お坊さんもとてもとても親切な方で、で、まあ、近く通ることがあったら、必ず入って、お祈りをしたり、あと、初詣とかも、こちらのお寺に来てやっています。 はい、次は、えー、日本で生活しててよく今まで聞かれてきた、えー、質問をちょっとまとめてみました、えー。日本に来たきっかけ、来るようになったきっかけって何ですかって聞かれるんですけど、日本のこういったところが大好きで来ましたとか、まあ、そういった質問あ、そういった答えを、まあ、期待する方もいらっしゃるかなと思いますけど、でも私の場合はですね、えー、韓国で 日本と比べてもっと教育のやつが高いとか、受験戦争、まあ、そういったプレッシャーがひどいとかってよく言われるんですけど、私は韓国でまともな大学には行けなさそうだったんですよ。でも、親からのその大学に行きなさいっていうプレッシャーは常にあって、で、まあ、韓国の大学っていうものが現実的じゃなかったので、その妥協として選んだのが日本の大学進学っていう選択肢でした。なので、まあ、悪く言えば逃げ道だったんですね、日本は。でも もう日本に来てから12年経ってるので、まあ、その中で自分が好きなものを、まあ、自分がこうやりがいを感じるものっていうのを見つけて、今は頑張って生活しています。でそしてカルチャーショックを受けたこととかありませんかとかもよく聞かれる質問なんですが、えー、カルチャーショックがあんまなかったのがカルチャーショックだったんですね。というのは、韓国と日本は実はすごい似てるんですよ。えーまあ、植民地支配の影響もあるかなと思いますし、まあ、その前、もっと前から。 まあ両国とも儒教の影響がすごい強い国だったので、えー、まあ社会システム制度とかであと人の考え方とか、まあ、組織の文化とかっていうところもすごい似てますなのでカルチャーショックっていうのがなかったのがカルチャーショックだったんじゃないかなと思いますそして、えー、こちら日本語を学習,学習した時に苦労したこととかありませんかとかっていうのも実は 韓国語と日本語はものすごい似てるので、韓国語母語話者である私にとってはそこまで難しくなかったんですね。はい。まあ、これも日本語って世界で一番難しい言語とかって思ってる方にはちょっとまあ失礼かもしれないですけど、そんなに難しくはなかったんです。ただ、まあ、日本語の場合はやっぱこの皇帝アクセントっていうものが、まあ、韓国語と比べると特徴的なので、この皇帝アクセントのキャッチっていうものはちょっと難しいです。いまだに。で、日本で好きな食べ物と場所は、えー、まあ、京都。 と豚骨ラーメンが大好きですでそしてこちら最後なんですけど、えー「外国人として日本で苦労したエピソードとかありませんか?」とかっていう質問はまあ苦労したエピソードっていうよりは、えー、例えば散髪屋さんに行ってこう、まあ、待機する時にこう名簿に名前を書いたら、えー、私の名字を見た人が「日本から出てけ!」とか、まあ、そういったストレートな差別を受けたことが実は結構ありまして。 でもそれもですね、えー、日本でまあ見た目を理由にまあ誰かが受ける差別特に非白人の外国人とか外国にルーツを持つ,持つ人が受ける差別と比べるとまあそれもある程度は耐えれるもんじゃないかなって思ってであと12年前に日本に来た時とかと比べるとまあそういったところの意識の変化っていうのもまあ少しは良くなっている気がするのでまあ心が折れないように前向きで頑張って生きています。 はい、私の映像はこれまでです。ご清聴ありがとうございます。